クリップ M-3C ロケット M-3C ロケットは東京大学宇宙航空研究所が日産自動車宇宙航空事業部と共同で開発し日産が製造東大が運用した科学衛星部打ち上げ用の3段式の固体燃料ロケット L-4S に誘導制御装置を付加した L-4SC ロケットを用いて開発が行われた第一段目 第3弾目は、無誘導。第2弾目のみ、液体噴射による TVC とサイドジェットで、誘導制御を行う。当初は、4弾構成の M-4SC として、開発される予定であったが、誘導装置の簡素化のため3弾式となった。無誘導の M-4S ロケットの頃は、風に流されることがあっても確実な、衛星軌道投入を実現するため、 近地点 700km、遠地点 2500km から 4500km 付近を目標軌道として衛星打ち上げを行わざるを得なかった。このため、ロケットが設定した軌道に合わせた目的の衛星しか製作できず、また実際の低軌道打ち上げ能力より大幅に小さい衛星しか軌道に投入できなかった。 しかし、M-3C で衛星の目的と大きさを考慮した軌道を自由に選べることとなり、軌道を投入できる衛星の大きさが M-4S より大きくなった。また打ち上げ能力自体もロケット燃料技術の進歩により、M-4S より若干向上している。M-3C と M-3H ロケットは構成上共通点が多く、両者を合わせて、 ミューロケットの第2世代とみなされている M-3C は打ち上げに失敗した衛星の代替機を打ち上げる必要があったことから M-3H 登場後も残され結果的に運用終了は M-3H の方が先だった。なお誤解されがちではあるが M-3C ロケットをはじめ M-3H ロケット、M-3S ロケット、M-3SII ロケットは誘導制御ロケットだが、飛翔マニューバーは L-4S ロケットや M-4S ロケットと同様の重力ターン方式である。これらのロケットに搭載された誘導制御装置は垂直面内の制御については、あらかじめランチャーにより設定された。 理想飛翔経路と実経路とのズレを補正しているだけに、過ぎない。ランチャーによって定められた、理想経路に従って飛行した第1段目と、第2段目の燃焼が終了した後、第2段目のサイドジェットにより、姿勢を制御されスピンモーターによって、スピンを加えられた第3段目は、放物線を完成飛行し、その頂点付近で燃焼を開始する。アイ e スの衛星打ち上げロケットが、 垂直面内方向で積極的な飛翔経路変更を行うようになったのはミュー5ロケットからである。1から2号機までは姿勢検出を M-4S の姿勢制御部と同様の方式で行っており、検出精度が不十分であったが3号機から新しい方式に変更した。この方式は M-3H、M-3S にも引き継がれている。また1号機の第2弾は 1> 第1弾目が風で流された結果を相殺するような飛翔補正を行わず、打ち上げ前にあらかじめ定められた角度への飛翔補正を行っている。炭性2号の軌道精度が他のものより悪いのは、これが原因である。ありがとうございます。